こんにちは。話す時が来ましたでしょ。あれね、やらかしたなと思ったんですよ。本当笑えるなと。あれで視聴回数上がって、でも私は2回目からガクンと落ちると思ったんですけども、でもまあね、普段の再生回数から見ると10倍ぐらいになってましたよね。2回目以降も やっぱ面白いですね。ああいう仕掛けをどんどんしていけるっていうのは。 YouTube っていうのはこれどうかなと思ったらテストができて、そのテストがそのものが収入源になるみたいなね、そんな形もありますんで、まあ本当 YouTube 以外の方法は遠回りしすぎですよね。まあブログもそうです、 Twitter もちょっと遠回りしすぎだなと思います。で、ラジオのね、パーソナリティみたいな、あれすごくいいじゃないですか。私はそこまで意識しなかったんで、ポンととりあえずやってみたんですけども、確かにラジオですよっていう風な触れ込みでやった方が、ラジオをね、YouTube に求めてる方はフォーカスしやすいなと思いますし、普段私の動画を見てる方も、久保さんがラジオやったらどうなるんだろうみたいな感じで、結局見るみたいなね、形で、うん。で、ラジオも SEO 的に有利なキーワードですね。参考になりますね。で、早速ですけども、先ほどのラジオの放送で注文も入ったんですよ。すごいね、やっぱりね。吉田さん、これね、吉田さんも感じていらっしゃいますけども、あ、それいいなと思ってやってみたら注文がかかる。あ、それいいなと思ってもやらなければ注文は絶対にかからないというね。この小さな差はすごく大きいなと思うんですよ。この小さな差はすごく大きい。いつもこれです。この小さな差がいつも大きいっていうね。いや、本当にそうですね。速稼塾って言っても自己アフィリエイトの方法をね、教えてるだけですからね。まあ今はいろいろありますけども、当時は自己アフィリエイトしかできなかったんで、しかも自己アフィリエイトで5万円とか10万円儲ける方法みたいな感じを2万円で売ってたわけなんですよね。で、最低でも2万円稼がせれば返金にはならないから利益になるだろうと思ったら、まさにね、すごい伸びたわけですよ。で、他にも自己アフィリエイトの案件ないですかとか、自己アフィリエイトの ASP ないですかってことでお問い合わせをいただいて、で、裾野が広がっていって、じゃあその自己アフィリエイトをアフィリエイトにしていかないと、自己アフィリエイトで使ったら広告主が損するだけだよねっていうマインドセットともに、まあブログアフィリエイトしましょうとか、ツイッターアフィリエイト、YouTube アフィリエイトみたいに広がっていって、教材が増えていったみたいなね。だからたった一つ、ほんのちょっとのことがすごく大きくなる、その突破口、入り口になるんですよね。考えてみたら、どんな大事業もすごく小さいところから始まるんですよね。例えば一流企業の大企業、もうとてつもない大企業が日本にもね、トヨタをはじめソニーとかいろいろありますけども、じゃあトヨタやソニーに入社しようと思ったら一番最初にすることって何ですかって言ったら、はがきなり何なり送って入社の面接をお願いしますんですよね。これはどんな中小企業もそこら辺の店舗も変わんないと思うんですよ。だから入り口ってほとんど一緒なんですよ。最初の一歩ってほとんど一緒なんですよ。本当に違いがわからないぐらい小さな違いでも、その先に広がるものってのはすごく大きいんで、ちょっとの違いじゃないと思うのがすごく大きいんですよね。例えて言うと、私がここからスタートして、隣の人がそこからスタートするとして、同じ方向に向かうんですけども、最初の足を踏み出す角度が一度違っただけで、10日、100日、1000日となるにつれ、どんどん差が広がっていくっていうイメージですかね。まあだから私ね、今、その YouTube ラジオの話聞いて、とりあえずやってみたら、まあ吉田さんからね、アドバイスいただいて、また進化するみたいなね、一人だけなんか上手になっていって、バンバン剤と。しかもその途中で早速注文がかかってるという。吉田さんがラジオって話題を出さなかったら、この、まあ、ね、億万長者合宿のリレーがなかったら、この一件の注文は私もらえなかったと思うんでね。どうでしょうかね。これやりとり見てる方、やりました？なんか。やったらこうなるんですよ。ということでございます。本日は以上でございます。